島先生よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで見事王位挑戦を決められた渡辺明九段にお話を伺いたいと思います。挑戦おめでとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということでまずは、まあ、王位挑戦を決められた今のお気持ちなど伺いたいのですが、はい、まあ、今回王位戦挑戦者決定リーグで白組に入られまして、まあ、4勝1敗で挑戦者決定戦に進出、斉藤慎太郎八段に勝たれて挑戦を決められたという、流れになりましたけれども、はい、この王位リーグのこの今季を振り返っていかがでしたか？はい、まあ、順番的には最初2連勝して3局目負けて、まあ、その後最後2つ勝ってっていう形になったんですけど、2月から5月ぐらいまでの、まあ、長いスパンでやるんで、途中そうですね、3月4月があんまり他の棋戦も含めて良くなかったんで、ちょっとあんまり挑戦っていうことは自分ではそんな期待してなかったんですけど、うん、まあ、5月に入ってその連敗も止まって、まあそうですね、王位戦ちょっと星を集めることができてっていう感じでしたかね。はい、うん、そうですね、あの X のポストも対局後よく発信されているのを拝見してるんですが、やっぱりこの何ヶ月かは結構苦しそうな印象を受けていたので大変な時期だったんじゃないかなとも思ったんですが、ご自身ではどのように感じておられましたか？うん、まあ確かに3月4月ちょっと良くなかったんで、うん、まあ、ちょっとなんか自分でもその理由っていうか、そのまあ、まあ、それは単に弱いからなんだろうけど、ちょっとそこがなんか取り組みとしてはそんなに変わってなかったんで、同じような取り組みはできていたので、そこでちょっとそうですね、結果が出なかったっていうところで、まあそれで5月に入ってっていうところだったんで、まああんまり挑戦っていうよりはなんかもうとりあえず早く連敗止めたいなっていうところを考えてたので、上向きにしていきたいなっていう、まあそうですね、でまあその中で、まあそうですね、5月ポンポンと王位戦立つことができてっていう、まあ結果的になんかそのプレーオフとかもなかったのはちょっと展開に恵まれたところもあったんで、あ、結構混戦でしたよね。はい、そうですね、なので、うん、まあ挑戦するにしてもそのリーグ戦のプレーオフが必要かなとは思ってたんで、まあ結果的にはそれもまあやらなくて済んだっていうところで、まあ挑戦者決定戦まで2週間ぐらい準備期間とかもあったんで、まあいい取り組みはできたので、うん、まあそのあたりも、はい、まあ展開に恵まれたところはあったかなとは思いますけども、はい、本当におめでとうございます。あの今回は渡辺九段にとって45回目のタイトル戦ということなんですけれども、はいはい、なんと王位戦がまさかの初めてということ で、まあそうですね、あの非常にびっくりしたんですけれども、ご自身ではその今改めてこう初めての棋戦、はい、挑戦というのはどのように受け止めておられますか？はい、まあ、そうですね、王位戦には一度も出たことがなくて、意外でした。こう旧7大タイトル戦だと、まあ、今ね8つですけど、まあ、タイトル7個だった時代がすごい長かったじゃないですか、はい、まあ、それでいうとその王位戦だけ出たことがなかったんで、まあ、やっぱりそこはちょっと心残りっていうではあったんですね。そのキャリアとしてはやっぱりその王位戦だけ出てないっていうのは、うん、まあ、心残りではあったんで、まあ、挑戦者決定戦には2回出てたんで、まあ、そこで勝てなかったっていうのはもう本当そこはまあ勝負弱さっていうか、それが出てしまったっていうところだったんですけど、まあ、今回また、まあ、王位戦の挑戦者決定戦っていうところでは3回目のチャンスが来て、うん、まあ、ようやくものにすることができたっていうか、まあ、だからそこは、うん、やっぱ王位戦出てないっていうのはちょっと心残りだったんで、それは本当に、はい、良かったかなと今は思ってますね。はい、今回は、まあ、王位戦も初めてということですし、結構対局場も行ったことのない場所が多いというふうに伺ったんですけれども、はいはい、何かこうそのあたりはどのようにこう考えておられますか？はい、まあ、そうですね、やっぱ王位戦の対局場ってその王位戦でしか使ってない対局場も多いですし、まあ、だからほぼほぼ初めてになりそうです、対局場は。あの、その土地としては行ったことがあっても、その対局場としてはやっぱ初めてっていうところが多いので、まあまあそのあたりはやっぱりその新鮮な感じもあるし、まあ棋戦によってはもう毎年ね同じ場所でやるっていう棋戦も多いんで、だからずっと出てるとなんかもうすごい逆にね慣れてる対局場もあれば、今回みたいに本当に初めてっていうところもあるんで、うん、まあまあそれでもまあ始まってしまえばあんま関係ないんですけど、楽しみという部分もあり、どういう場所なのかなっていうちょっとまあ不安まではいかないですけど、うん、まあそういうところもあるっていうところですかね。はい、そして対戦相手は藤井聡太王位となりますけれども、はい、あの本当に藤井王位も今他のタイトル戦も含めこう続けて戦っておられる中でのまた王位戦始まるわけですけれども、このこれからの七番勝負どのように今こう考えておられますでしょうか？
まあ、タイトル戦では昨年、はい、まあ、名人戦で負けて、まあ、そこから藤井さんとは公式戦では指してないんで、うん、なので、まあ、その名人戦終わってからもう完全に、まあ、結構他のインタビューとかでも言ってるんですけど、藤井さんとどう指すかっていうことはもう完全に自分の頭の中から消えたんで、一回名人戦終わってから。うん、だからまあ、この間ね、ずっとそれを練ってたわけじゃないんで、正直。だから今回も挑戦者決定戦勝って、そこからまあ、対藤井戦どう指そうかなっていうことを1年ぶりぐらいに考え始めたっていうのが今、ちょうどそういう時期なんで、そうですね、それをまた開幕までにちょっと考えていきたいかなっていうところですかね、はい。以前私のチャンネルにご出演いただいた際には、本当にこう狭い研究で戦っていくことが、まあ、必要なんじゃないかというお話を伺ったかなと思うんですが、あれからまあ1年ほど経ちまして、またやはりその時の考え方を生かしていくのか、はい、それともまたちょっと変わった考え方が必要なのかでいうと、いかがですか？でもそれも結構やったんですけど、結局結果出なかったんで、まあちょっとどうしようかなって感じですよね。まあ結局でもそれやったんですけど、なんか自分のスタイルもちょっとそこでなんか崩れちゃったところもあったんで、ちょっとそういうなんか狭いところに入れようとした結果、まあ直近のタイトル戦でいうと、その昨年の2023年のまあ名人戦と棋王戦っていうところなんですけど、まあちょっとそれをなんかまあ久しぶりにちょっとまた振り返ってみて、どういう感じだったかなっていうのを振り返って、まあ今度どういう、はい、感じで戦っていこうかなっていうのもちょっと、まあ正直まだ考えてないところでは、はい、ちょっとまだ今1ヶ月ぐらいあるんで、はい、ちょっと正直まだ白紙なんですけど、はい、挑戦の決まったばかりの頃に取材させていただいてありがとうございます。1ヶ月後にはタイトル戦が始まりますが、ご自身のこうコンディション的なところはいかがでしょうか？はい、そうですね、将棋のコンディションは結構いいんですけど、ちょっと5月上旬ぐらいにちょっと足怪我して、まあ、本当はなんか6月は実はなんか全休する予定だったんですよ。対局を入れずに。そう、うん、いや6月全休して、そのちょっと明日の治療とリハビリで、まあ、それがちょっと3週間ぐらいかかるんで全休する予定だったんですけど、まあちょっと嬉しい誤算でタイトル戦出ることになったんでまあいつかはやるんですけど、ちょっと休養するもんじゃないんで、まあいつか置いといてっていう感じで、まあただ別に結構その心配していただく声はいただくんですけど、日常生活とか対局に支障はないんで、実際その 5月の対局もその今の状態でやったんですよ。で別に普通にさせたんで、いやなんか変な話、5月上旬にそれ怪我してから将棋良くなったんで、そんなんですね。いや、そうだから全然、はい、そこは心配していただくあれではないというか、まあただちょっと正座が良くないんで、正座はしないでちょっと刺すかもしれないですけど、はい、それぐらいですかね。自分自身のコンディション的には問題ないです。はい。大怪我じゃなくて、よかったですね。そうですね。うん、ちょっとまあ、いや、でもまあ、結構大怪我の多分分類なんですけど、分類なんだけど、まあ、幸い、日常生活には現状支障がないんで、まあ、ちょっと先送りしたっていうところですね。はい。3週間でもなかなかお休みも先生お忙しいから、取れないから。でもなんかそれが6月はできそうだったんで、ちょっと全休してやる予定だったんですけど、でもちょっと3週間ぐらいさすがになんか全休すると、その間研究会とかも全部できなくなっちゃうんで、ちょっとさすがにそれで王位戦に出るわけにはいかないなと思ったんで、まあだからちょっとやめました。そのはい。でも先生的にはその治療の予定を組むということは、あんまりやはりこう現実的にちょっと挑戦今期は難しいかなみたいな気持ちもあったんで。ありましたね。やっぱその 5月上旬にそれちょっと怪我して病院行ったら、まあそれした方がいいよってなったんで、じゃあ6月頭から全休してもうやりますってなってたんですよ。だから正直王位戦出ることは頭入ってなくて、いや、その段階で王位戦出るためにはまあリーグ戦2局勝って、まあ、プレーオフもあるだろうなと思ったから勝たなきゃいけないし、うん、で、挑戦者決定戦勝たなきゃいけないから、4回勝たなきゃいけないんですよ。で、だけど、その時点で、僕5連敗ぐらいしてたんですね、公式戦で。で、ちょっと5連敗してる人が、まあ、4連勝しないでしょっていう、なんとなくは自分の中にあったんで、ちょっとそういう予定組んでたんで、ちょっと、はい。嬉しい誤算でしたね。まあまあ、それは、はい。それではでもこの先生の王位戦楽しみにされてる将棋ファンの方本当にたくさんいらっしゃると思いますので、そのファンの皆様にこうどんなところを見ていただきたいかメッセージもいただいてもよろしいでしょうか？はい、まあ、そうですね、今回まあ久しぶりに、まあ、1年ぶりかなに、まあタイトル戦また出ることができるので、まあ、昨年そうですねタイトル戦
まあ、タイトルなくなって、まあ、ちょっとその次がねやっぱ決まってないっていう、次のタイトル戦決まってないっていう状況で、まあなんかあんまりモチベーションとかも上がってこないところではあったんですけど、まあまあでもなんか年明けぐらいからまたそうですね、ちょっとそういったモチベーションも戻ってきて、うん、まあこうして、まあ、案外早く結果が出すこともできたので、まあその中でそうですね、どれぐらいやれるかなっていうのは自分でも、まあ、ちょっと楽しみにしているところではあるので、まあ、あとはまあ、王位戦が初めてっていうところでも、すごい、それもね、モチベーションとしては非常に高いですし、まあ、やっぱりそういったね、藤井さんとのタイトル戦出るっていうところで、まあ、注目度は高いですからね、そこでの、やっぱり、ある程度の将棋指さなきゃいけないっていう責任もあるし、期待に応えられるような準備をして、まあ、あとは当日はもう、あとはどれぐらいいい選択をね、その場でできるかっていうところになってくるので、まあ、頑張っていきたいなとは思います。はい。ありがとうございます。私のチャンネルも先生に本当に本当にお世話になっておりますので、いやもうすごい久しぶりですよね。2年ぶりぐらいです。3年ぶりぐらい。ありがとうございます。はい、いやもうぜひ今回のタイトル戦も勉強させていただきますし、終わった後またなんかいい形でインタビューとかできたらいいなっていうふうに、なんかそういう振り返れるような内容だったら、はい、いやいやもうぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。タイトル戦頑張ってください。ま、回るは回るんですよ。うん。これ中ですか？中だけ。何枚ぐらいあるんですか？10枚ぐらい。まあ、結構あるんですね。一重って言った6月と9月に切るってやつも、ここに混ざってはいるんだけども。はいはいはい、はい。夏バカマが、まあ一応3.5枚。3つしかない。そうなんだ。それは一応あってもいいかなとは思うんだけど。はい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 、そっちの他の袴はもっとあるってことですよ。他の袴はふんだんに？そうっすよ、ね。まあ、ちょっとまあ上もなんかあれば、ちょっと依頼が違う、もし違うのがあれば、ね、まあそこら辺かななんて思って用意はしといてあるんですが、これが金、実際に貼ってあるんですか？貼ってあります、全然覚え出せないけどでもまあこの辺はまあ普通にオーソドックスですよね、うん、まあそういう意味ではここら辺とか全部無地バカマだからあってもいいですね、まあ、こっちの方がビジュアル的にまあそうですね、ちょっと違いを出せますよね。そうですね。ああじゃあそっちにしようかな。もっとお礼も結構合わせやすそうではありますよね。まあそうですね、うん、そんなどれでも、うん、そうですね。ああこれ、ああこの3つそうだね。そうそうそう、青系とこれが、まあ、ベージュ系、これと近いよね。そうですね、ちょっとこれより薄いぐらいです結構ベージュです、うん、でもこれもじゃあ近いですよね、そしたら間ぐらい。ああこっちの方が違いが出るとああ、じゃあこっちにしようか。はい、ちょっと違いが出る。はい。いつもは割と着物とか羽織は自分がベース決めて、うん、あと細かなセットのコーディネートを考えて。なるほど。なんか打順ありますか？打順っすか？いや、ないっす。どっちが先がいいとか。いや、ないっす。はい。